自在寺は、愛媛県南和郡愛南町にある新言宗大覚寺派の寺院。奈良山、薬師院とゴー本尊は、薬師如来。四国八十八箇所霊場第四十番札所である。第一番札所より最も離れていることから、四国霊場の裏関所と呼ばれている。本尊新言、おんころころ仙台まとうぎそわかごえか、新願屋。 自在の春に花咲き手浮きを逃れて、住むや、獣羽物本因子事伝によれば、平安時代初期の大道二年平城天皇の直眼によって、空海は、一本の霊木から、本尊の薬師如来、脇持ちの阿弥陀如来、十一面間音菩薩を刻み、安置して改装したと伝えられている。この時残った霊木に、庶民の病根を除く祈願をし、南無阿弥陀仏と掘ったと言われる。 なお、その反義により、さらしもめに応印された、法印書を購入することができる。また、平城天皇は、直学、奈良山を貸しし、当地に行行したと言われ、一切京都、大般若京を奉納を奉納し、毎年直詞を使わして、ごまともの秘宝を収したとされている。江戸時代初期の寛永十五年に、京都の空商法神皇が順配、薬師院の号を受けた。 その後、宇和島藩主、伊達宗都市の直眼所になったという歴史を持つ。一時は七道柄の持ち四十の松字を有したが、火災で消失。遠方六年に再建されたが、昭和三十四年に出火で本堂を消失し、昭和三十九年に再建。大指堂は、平成五年に再建された。三門を入ると右手に、長津場、首郎、八角堂が、左に、 は、小区比があり、その先に、新都会館が立つ。進んで右に、平城天皇威発と左に十二市、森本武右に、新行宝塔がある。参道の正面奥に本堂が立ち、右手に、大師堂がある。農協所は、本堂の中にある。八大仏十二市守本尊鯨大師松尾大師堂と、大師像高野山仏元院館ゼオン。 磁石換気工事のゴンゲン3ルートのイメージ図。ありがとうございます。